BTS 防弾少年団の主がの飲酒運転を報道した際、誤って別の人物の防犯カメラ映像を公開した JTBC ニュースルームに放送通信審議委員会が注意を議決した。放送通信審議委員会は本日7日ソウル起動モクトン放送会館で全体会議を開き、ニュースルームについて審議を行った。ニュースルームは8月。 シュガの飲酒運転について伝えながら、電動スクーターを運転する別の一般人の防犯カメラ映像を、まるでシュガの事故の関連映像であるかのように繰り返し見せるなど、事実関係を正確に確認せず報道した。これに放送通信審議委員会は、法的制裁である、注意、を議決した。放送通信審議委員会の決定は、問題なし、行政指導段階である、 意見提示時と韓国法的制裁である注意警告プログラム訂正修正中止や関係者の懲戒課徴金に分かれている法的制裁からはテレビ局の再許可再承認の際に減点の自由として適用され重い懲戒と認識されている